る放放射線放射線線をう環境は自然放射線と人工放放射射線線に分類される自然放射線とは自然界にもともと存在している放射線である。人工放射線とは人間が作り出した放射線のことで核実験や原子力事故などで放出された放射性物質によるものである。以下に記述のある 放射線量に関してはあくまで推定平均値であり、極地性がある。また、公表期間により数値が大きく異なる場合がある。以下に放射線被曝量の公表値を例に挙げる。宇宙船による空気シャワー2005年1月20日の上空 12km での推定線量。天然に存在する放射性各種には一般に中性し、 ミュウオンやガンマ線といった宇宙船およびそれらと大気中の物質との相互作用で生成されるトリチウムや炭素14などや地中や建物内部に微量に含まれる40系やウラン系列、トリウム系列およびそれらの娘各種などが挙げられる。ウラン系列やトリウム系列は崩壊の過程でラドンを減るので空気中にはそれらによる放射性ラドンも微量に含まれている。 宇宙船起源の放射線は地磁気の影響で高緯度ほど高い。第一由来の自然放射線の線量は近くに含まれる放射性物質の量が一定でないため場所によって異なる。宇宙船は空気中で吸収されるが空気の密度が低ければ吸収量も減ると考えられるので一般に高度が高い場所では 宇宙船起源の環境放射線の強度が特に強いと考えられている。特に高度1500メートルおきに放射線の強度は2倍になると言われる。自然放射線の被爆量は世界平均2.4ミリシーベルトと推定されるが地域により1ミリシーベルトから十数ミリシーベルトと被爆量に大きな開きがある。これは大きく地殻蘇生等の影響でホットスポット以外にも 比較的線量の高い地域がある。ブラジルのガラパリでは10ミリシーベルトを超える場所もあり、極端なところではイランのラムサールでは260ミリグレー。注意、シーベルトではない。線量単位が測定されるホットスポットもある。UNSCAR の2008年の報告によると人口79.9万人のラムサールでは、 年間被爆量は3ミリシーベルトから10ミリシーベルト以上の間であり、大半の49.5万人は5ミリシーベルト未満の被爆だが、人口の4分の1に当たる20万人が年間10ミリシーベルト以上被爆と推計される。日本では最小の神奈川県の0.81ミリシーベルトから最大の岐阜県1.19ミリシーベルトと幅がある。 日本では低線量の木造建築により、20世紀後半の 14CO2 の濃度の推移。観測地点ニュージーランド、オーストリア。北半球では1960年代前半に2倍まで上昇。核分裂や加速器などにより作り出された放射性物質からの放射線である。核実験や原子力事故の際に放出される放射性効果物によるもので、 自然放射線により、さらに極地性がある。世界平均は0.11ミリシーベルト、日本では0.012ミリシーベルトと推計されている。米国、ソ連、イギリス、フランス、中国などが1945年から50年間に約2000回の核実験が行われた。1940年代から60年代にかけて、 いった500回以上の大気圏内での核爆発実験や原爆投下による放射性物質の飛散により1963年には年間0.15ミリシーベルトの増加がありその後の各実験自粛により2000年には残存放射は0.005ミリシーベルトまで減少したと考えられている中英語版の EN バックグラウンドラジエーションヒューマン コーズドバックグラウンドラジエーションの節より原子力発電所では平常運転時に微量の放射性物質を排出しているが原子力事故の際には大量の放射性物質が拡散しているその他の放射性物質を扱う施設からも平時に微量に放出され続けている放射性同位体の放射能などが挙げられる原子力発電所の事故 原子力事故などがあると数値が大きくなる。環境放射能に大きな影響を与えた原子力発電所の事故には1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故、2011年以降の福島第一原子力発電所事故がある。その他の船舶用原子炉なども平時運転時及び事故の際は原子力発電所と同様に拡散源となる。 1993年の国連科学委員会の報告によると1945年から60年代に行われた大気圏核爆発により拡散した放射性物質による被爆線量は2230万人シーベルトと推定されている。対してチェルノブイリ事故による線量は60万人シーベルトと推定されており核爆発の15回分に相当している。 また火力発電で燃やす石炭から出るフライアッシュも放射性物質を拡散させている。ただしこれは近くに存在していた放射性物質を生活圏内に放出しているもので新しく作り出されたものではない。フライアッシュによる影響は原子炉の運転による影響より大きいという報告もある。局所的ではあるが X 線撮影や CT スキャン装置などからの放射線がある。 医療で使われていると健康に良いというようなイメージを持ってしまう人もいるが、たとえ医療目的で用いられても放射線は有害であることに変わりはない。アメリカや西ヨーロッパ等の医療先進国では一人1年あたり0.5ミリシーベルトの医療被爆があると報告されている。CT スキャンなどが普及した国では、医療被爆が自然被爆の値を超えてきており、リスクが危惧され始めている。 電気事業連合会では、医療被爆は、世界零点六一ミリシーベルト、日本二点二五ミリシーベルトと推定している。ネバダ核実験場での百回の大気圏内、核実験によって、発生、拡散した、要素百三十一の工場線への蓄積を示す。九百九十七年報告ネバダ核実験場では、九百五十一年から九百九十二年に、 かけて928回核実験が行われた。そのうち100回は大気圏内核実験で1962年まで行われた。これらの実験の影響は風向き降雨などの気象状況や地形に影響され、渦のように放射線の数値は米国内でも160倍もの開きがある。モニタリングとは放射線管理上の基本的な行為であり、 放射線防護の目標が達成されているかどうかを判断するために行われる放射線、放射能の測定及び測定結果の解釈、評価を言う。特に原子力関連施設内の作業環境あるいは施設外の一般環境における環境放射線のモニタリングを環境モニタリングと呼ぶ。日本における環境放射線、放射能調査は 生活環境が人口と天然の放射線でどれだけ汚染されているかを把握し人体に対してそれらがどんな影響を与えるかを究明しようとすることを目標として昭和32年からそれまで各機関がバラバラに実施していた環境放射線、放射能の調査の体制が改められ組織的に実施されている。また特に原子力施設から放出される 人工放射線から、公衆の健康や環境を守るために、原子力施設内外では、環境中の放射線、放射能レベルの監視が行われている。環境放射線の測定は、主に、ガンマ線を測定することが目的とされ、ガイガー・ミュラー係数管やシンチレーション検出器、または、電離箱検出器などが用いられている。放射能の測定は、水資源となる河川水や、地下水、 土壌や海底土、海水、農産物、指標生物など広範囲にわたり、これらのサンプルからゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトルの分析により各種の同定、放射能の測定が行われる。トリチウムなどのガンマ線を放出しないで低レベル β ベ線を放出する各種の分析には液体シンチレーション検出器などを用いて、 ベータ線スペクトルの分析が行われる。ありがとうございます。